キレノキさん、めっちゃあの、初めのこと気で抜いてくださってて、めっちゃおじさんやと思って、なんか見るじゃないですか。いやなんか、すっごい初めのことを理解してくださってる、あの、コメントさん見つけてまた。この前はあの、2倍速にすると動物の森みたいだったんですけど、今回のやつは、彼女は滑舌が悪いんじゃなくて、ただなまってるだけって書いてあって、そう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 なのと思って、え、めちゃめちゃ分かってくれてると思って。わ、草生えてんじゃん。キュー太郎出てくるじゃん、キュー太郎。あの、歌唱の音を取ってくださる、プロデューサーさんっていうのかな、方も、なんか、そう、はじめさんは、なんか、そうなんですよね。滑舌悪いんじゃないんですけど、なんか独特な喋り方なんですよね、みたいな感じで言ってくれて、そうですよね。滑舌悪いじゃないですよね。もっと言ってってくださいって言ってた。そうそう、リズム。不思議なリズムなんだと思うんだよね。わかんないけど。多分そういうこと。でもなんか、はじめね、よく友達に言われるんだよ。おめえはいつまでその喋り方で生きんのって。まあ、うちらの前だからいいけどさ、お前いつまでそれ喋んのって言われた。でも、はじめ、多分、60歳とか、おばあちゃんになった時って、はじめめっちゃ可愛いおばあちゃんになれると思うんだよねって言ったら、確かにって言われて、あ、じゃあほないいかって。可愛いおばあちゃんならいいかって。なった。だから、解決。